皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギエコちゃんです。だいや最近本当にこのチャンネル俺のやりたいことばっかやってて申し訳ないね。ちょっと今後はねドッキリ動画週1ぐらいで上げていこうかなと思ってるぐらい、最近なんかドッキリ楽しいなと思ってて、楽しくないんだけどね、やられてる側は楽しくないんだけど、ドッキリ動画っていうのがやっぱり一番面白いのかなってちょっと思うようになってきてる。はい、そんな感じで話を戻しまして、モンスターの話に戻しましょう。やっぱり言ってた通り追加されたね、ミッションが追加される可能性は、まあ、濃厚かなってもともと言ってたと思うんだけど、やっぱり、超究極シャーズナブル&サザビーのミッションが追加されました。よいしょ。ミッション内容は水属性のキャラなしで逆襲のシャワーをクリアせよということで、まあいいや、その感想は後でにしよう。ミッションクリアするとこんなストライカーカードとで、ネオジオン総帥という称号と、あとはボイスセットだね、シャアのボイスセットがついてくるってことで、この3つがもらえる感じだね。さあやっぱりね、ストライカーカード手に入ると思ったんだけど、まずはこっちから触れていこうか。本当はねサザビーじゃないと思った、正直 RX782 かと思った。まあいいや、普通のガンダムかと思った。ガンダムの、コラボしたんだ、ザ・ガンダムと言ったらさ、まあ、サザビーもサザビーってかっこいいんだけど、やっぱりさ初期ガンダムじゃん。だからそのストライカーカードかなと思ってたんだけども、意外や意外、ネオジオン軍の方、まあ、敵側だよね、要するに敵側のストライカーカードが手に入ると、まあ嬉しいですけどね。無惨みたいなもんだよね、要するにイメージ的に、チェーンソーマンとかさ、窓マギとかさ、味方側のストライカーカードだったけど、無惨とこれぐらいか、シャアぐらいか、敵カードっていうのは。はい、まあそんなわけでこれに関してはね、ミッション内容に関してはこれはねもうちょっとひどい、まあ、簡単だよね。なぜならもともとさアムロ4体でやった方が一番簡単だってのもみんなはもう周知の事実だとね、HP 管理が大変なステージだから属性というよりもドレイン M だったりビジェネがついてる、キャラクターでうおーって戦ってあげた方が簡単だっていうのはもうねみんなもう分かりきってると思うんだけど、なので、このミッションはアムロ4でやればめちゃめちゃ簡単にクリアができるっていうのはもう大前提だと思うね。なので、明日1月27日のお昼12時から、ミッションがね開始されるということで、ちょうど昼12時からシャーズナブル&サザビー超究極で来るので、ここで、この3時間でねお手伝い配信させていただいて、でこれだけにしようかなと個人的には思っております。あまりにもクリアできないよってお声が多かったら、またね翌日だったりとかも頑張ってみようかなと思うんだけども、やってみようかなって思うんだけども、多分クリアできてない人っていうのは逆にごく少数派になってくる気がするんだよね。もうガチャも2周3周したでしょ。だからアムロを持ってるよって人も増えてきて、前よりもね、もう突破率っていうのはだいぶ上がってると思うんだよね、難易度的に。まあとはいえクリアできてないよって方いらっしゃると思うんで、明日の1月27日金曜日のお昼12時からの、超究極シャーズナブランドサザビーはお手伝い配信をしようと思っておりますので、もしもね水属性のキャラなしでクリアできねえよっていう方はですね、明日はギコちゃんの枠はですね水属性のキャラクターは禁止で、クリアを目指そうと思ってますので、アムロ持ってる方はアムロで、アムロ持ってない方は水属性以外の適正キャラクターで参加していただければなと思います。はい、そんな感じかな。はい、今夜はね、21時から APEX の配信がありますので、面白いゲスト2名お迎えしての、挑戦になりますので、皆さん見に来てね。バイ。カレイの王様、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 カレイのダメージ、カレイのダメージ、カレーカレイ
करे इनो डैमेजिन करकुची यमकुची चुकारा करेनु करकुची यमकुची चुकारा करेनु करकुची यमकुची चुकारा कराइनो करकुची यमकुची चुकारा कराइनो करकुची यमकुची चुकारा करेनु करकुची यमकुची चुकारा करेनु